いつもありがとうございます。稼働家のフライケです。今回はですね、こちらのこれだけたくさんのですね、野草をですね、いただきましたので、これいただき物なんですけど、こちらを使って投げ入れ花ですね、投げ入れ花を生けていきたいという動画になっております。かなりこの野草的なものって手に入れるのなかなか貴重なので、ありがたいなというところで動画を撮らせていただきたいと思います。で、こちら今回使うのが、白磁ですかね。白磁の白い丸い掛けになります。それではやっていきます。それではですね、まずは花瓶にですね、水を入れていきます。これ私いつも牡蠣とか花瓶とかって言ってるんですけど、池の坊系の人だと牡蠣って言うんですけど、投げ入れ花系の歌人の先生方はよく表現として花瓶とか花入れっていう言い方をするので、どうしてもごっちゃになってしまってすいません。まずは水入りました。そしてですね、次はですね、こちらのサオトベバナだと思います。すいません、ちょっと野草系のものはなかなかいただき物なので特定が難しいということで、多分サオトメバナのつるじゃないかなと思います。葉っぱしかないので何とも特定の仕様がなかったので、まあ、一応まあ野草のつるということにさせていただいて、断定サオトメバナですということで、これを生けていきます。まずこちらをですね、その花瓶の中に入れて、このつると葉がしっかり張っているので、これで花止めにしようという狙いがあります。と、まあ、適当なところで、これ全体こうなので、適当なところでちょんと切りまして、はい、まずはこういった形で、まあちょっとチラッとした感じで入れておくと。で、これまた後で全然これ動くので、いろいろ入っていっては動かして全体の様子を見ながらという形になっていきます。さあ、続きまして次はですね、ムツオレグサであろうというですね、この稲っぽかったりカヤっぽかったりするものってなかなかちょっと特定が難しくてですね、で今回いただき物なので、なんと根っこがついていると。で、なのでですね、株っぽくですね、固まって入っているので、固まってくっついているので、このままその根っこの状態のまま生けていこうかと思います。野草ですから、あまり形とかは考えずに自由な感じで入れていくといいなと思います。投げ入れ花ですからね。で、続きまして、母子草ですね。こちらもう綿毛が出て花ももう終わりかなというような花なんですが、ちょっとちっちゃくて黄色い感じが可愛らしいということで入れていきます。だいぶ全体の葉っぱの雰囲気とかはいいので、全面にちょっと浸かるぐらいですね。根っこつけたままいけるって普段いけ花ではやらないので、いけの合計の花ではやらないので、あんまり非常に新鮮な気持ちですね。ではちょっと手直しさせていただいて、その後、皆さんにご覧になっていただくという形で、よいしょ。はい、ということでですね、まずは、自然にごく自然にこの牡蠣の中になんとなくこう野の自然がバサッと入ったような形で、いけました。派手ではないですし華やかでもないですが、なんとなく郷土感というか
そういうものが感じられればなと思います。さあ続いてはですね、こちらの姫風炉を生けていきたいんですが、この姫風炉ですね、本当に根っこがついてて、先ほどと同様で根っこがついてるんですが、もうこれ1本でちょっと合わせれば終わりでいいよねというようなお花なので、これをですね、ちょっとこう枯れてるところは取りましょうか。で枯れたところとですね、花器に入りにくいところ、この見えないですよね、ここの広がっちゃってる下のところはですね、今回ちょっとこの細口に入れる予定なので、取ってしまいます。とこういう広口のものにこれをそのままバサッといけてもいいんですけど、今回はちょっとやりたいことがあるので、すいませんが切らせていただきますということになります。でですね、これ2個用意したのがですね、器を、いつもだったらですね、この器を2個用意したんですけれども、いつもだったら、こういう野草っぽいですね、軽やかな雰囲気のものは、こういうちょっとこわびた感じの雰囲気の、花器にですね入れてるんですけれども、ちょっと今回はこちらのちょっと艶感があって、だけどもちょっとこうワビっぽい雰囲気もあるっていう方に入れて、いけていきたいということで、まずはですねこっちの、通常であればセオリーとしてはこっちのワビた雰囲気のものにいけるであろうというところを試させていただいて、どうかな、ちょっと失礼します。ちょっと本当に浅くしか入らないので、あんまりぐっと奥に入れたい感じもないので、ここですね。はい、まずはですね、こちらに入れるとこんな感じになります。まあ、普通に考えて、あ、ちょっと私が邪魔ですね、すいません。普通に考えて合うよねというような感じになっていると思います。今ですね、物を溶かしてですね、花に改めて器をもう一度合わせ直してですね、改めてもう一度ご覧になっていただければと思います。まあこの器とこの花の雰囲気であれば、まあ合うのは当たり前だよねという感じになっているかなと思います。ちょっとアップにしますね。このですね、器の色と花、葉っぱの繊細な雰囲気、そしてこの姫風炉のちっちゃくて可憐な花がですね、全体としてマッチしているというのが、アップにしてもなんとなくその下の方にちょっとだけ映ってる花器の色と合わせてもわかるかなと思います。ではですね、次にですね、先ほどの、半わびというような花器の方に行けていきたいと思います。はい、こちらの方にですね、生け替えました。ちょっとなんか新しすぎる雰囲気があるので、敷板ですね、ちょっと、古っぽい神代杉の敷板を合わせてみたいと思います。神代杉のですね、敷板を敷いたことによって、この花器の新しさが少し中和されて、全体的に雰囲気かなりマッチしたかなと思います。やっぱりこうやっていろいろ変えてみたりとか、敷板敷いて雰囲気を変えるというのはやってみても面白いなと思いますね。それでは次はですね、こちらの青磁の湯の実に、お花を生けていきます。非常に小さい感じで生けていきます。まずは水を入れて、そしてですね、これも名前が暫定で申し訳ないんですが、多分虎のおしだではないかなと思います。調べたんですが、こういうタイプの花が多すぎてなかなか特定が難しかったので、一応、今回は虎のおしだとさせておいていただきます。これを、根っこ、これもついているので、そのまま根っこを利用して、でこちらも多分なんですけど、カエデ、何かカエデ系の赤ちゃんだと思うんですよね。もうすでに紅葉しているのが珍しいですよね。根っこついているので多分このまま植わっているようなもので、これ名前わかる方いたらぜひ教えてください。はい、ちょっと整えます。
にこういうですね、小さいお花を背面池でなんとかするというのはちょっと私には無理があるかなという感じがありました。あ、この感じがいいですね。いよいよ。はい、じゃあちょっと場を整えて改めてご覧になっていただきます。はい、いかがでしょうか。ですね、これ生け方の狙いとしてはですね、青磁の、湯飲みの、薄い緑、そして、暫定虎の下ですね、暫定虎の下の濃い緑、そこにですね、このカエデだと思われるものの赤ちゃんですねが、紅葉していたので、この緑の、濃淡に合わせて、紅葉の赤を持ってくる、そこが、際立つといいなという狙いがあります。ちっちゃくてもこういうの可愛いですよね。はい、ここまでですね、3つお花を生けましたがいかがでしたでしょうか。この3つの中で、どれが一番好きだったよとかっていうのをですね、コメントで教えていただきますと今後の参考になるので、できれば教えていただけると嬉しいです。それとあとその野草のですね、正確な名前がわかる方はですね、ぜひ教えていただけると、これ動画投稿した後でもですね、あの説明欄とか、コメント欄にですね、補足で、これ名前こうでしたみたいな感じで書けるので、野草詳しい方でわかる方はぜひご協力いただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけたりですね、野草のお花になんとなく癒されたなと思った方はチャンネル登録、高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。